十二神章像京都府、浄瑠理寺伝来鎌倉時代重要文化財、東京国立博物館及び聖華堂文庫美術館、文蔵上段左から小紙、牛紙、虎紙、う神,神辰紙、み神,神,神,神下段左から馬紙、ミシン、猿紙、鳥紙、犬紙、いが十二神章は、仏教の信仰、造造の対象である天部の神々で、また、ご保全神である。 十二シャ大将、十二神明王ともいい、薬師如来及び薬師業を信仰する者を守護するとされる十二体の武神である。新薬師寺にある祖像の十二神将像がよく知られる。ボ語では、例えばバサラはバジュローマハー役者制なパティであり、薬師とバジュライダイな役者の軍の主、すなわち大シャ将軍イコール神将と予訳される。元々はつまりであったが、 仏と仏法の真理に降伏し前進となって、仏と信者を守護する。十二神章は、薬師如来の十二の対岸に応じて、それぞれが、昼夜の十二の時、十二の月、または十二の方角を守るという。そのため十二死が配当される。また、十二神章にはそれぞれ本事の如来、菩薩名王がある。各神章が、それぞれ七千、総計八万四千の、 眷族や叉を引き、それは人間の持つ煩悩の数に対応しているという。経典によって若干用事や読みが異なるが、ここでは最も一般的なものを挙げる。なお、十二子の割り当ては下に挙げたもの以外にも諸説ある。例一は仏像随による。三章新薬師寺の十二新章像新薬師寺十二、新章像のうち四天皇像などと同様。 甲冑をつけた武将の姿で表され、十二体、それぞれの個性を、表情、ポーズなどで彫り分け、群像として変化を持たせた作例が多い。十二新小像は、中国では、早くから制作され、遁行壁画にも作例がある。中国では十二子と結びつけて信仰され、その影響により、日本においても特に、平安期以降の作品で頭上に十二子の動物を、 いただくものが多い。しかし12体の像の持ち物、ポーズ等は、必ずしも一定の様式に基づくものでなく、図像的特色のみから角像を区別することは、ほとんど不可能である。日本では、奈良、新薬師寺の等身大の十二新小像が、奈良時代に作られた最後の作であるとともに、造形的にも優れたものとして名高く、以降も数多く制作されている。多くの場合、 薬師如来を本尊とする仏道において、薬師如来の左右に6体ずつ、あるいは仏壇の前方に横一列に安置されるが、新薬師寺のように立像で円形の仏壇周囲をぐるりと取り囲んで配置される場合もあれば、薬師如来像の後輩や台座部分に十二神章を表す場合もあるなど、表現形態は様々である。幸福寺東近藤十二新章像のうち、バサラと、 ハイラ幸福地盤堀り十二神章像のうち、バサラとメキラ材質表記のないものは木像。詳細は十二天章を三章上記の仏典とは異なり、陰陽道の戦術、色戦の一つである六、水の絵進化で使用する十二天章も十二神章と呼ばれることがあるが、六、水の絵鍵等の六水の絵の古典では、神は六。 水の絵展示板の天板に配される十二子であり、章は十二天章を指している。そのため六、水の絵進化における、新章は、天板十二子とそれに配布された十二天章の両方を同時に呼ぶ用語であって、十二天章を十二、新章と呼ぶのは本来は正しくない。ありがとうございます。